海津温泉は、岐阜県海津市海津町福江569-2にある温泉。海津市の私有施設であり指定管理者の株式会社、三和サービスが運営している。財団法人岐阜県公衆衛生検査センター平成20年10月17日発行の検査結果によると有質地における調査及び試験成績試験室における試験成績管内掲示の 温泉分析所財団法人岐阜県公衆衛生検査センター平成20年10月17日発行より引用基礎三河公園アクアワールド水橋パークセンターの東側に位置する温泉。もともとが老人福祉施設として整備されたため周辺に接骨院、生誕院、新旧院が点在している。岐阜県南部では他の温泉より早い1972年の 営業開始であり、専温も周辺の岐阜県内温泉より高く、愛知県や三重県など、海津市以外からの来客も多い。1966年、名古屋市の民間会社が温泉掘削計画を発表し、海津町の住民の予防もあり、海津町は計画を推進することになった。通称産業省地質調査課の指導を求め、右与曲折があったが、 温泉掘削に成功する。深さ1,502メートル、湯温は摂取48.8度であった。掘削後、湯は自然放流の状態であったが、地元住民が野良仕事の老を癒すために、タブに湯を引き入れるなどして利用した。海津町当局は、温泉を住民の福祉に役立てるため老人福祉センター、海津園を計画する。 1971年に起工式を行い、1972年6月8日に、老人福祉センター、海図園として、海図町直営で開けそのする。海図園の利用者数は急ピッチで増加し、宿泊施設の必要にも迫られることとなった。1977年4月16日に、老人福祉センター、老人保養センターを設立した。 本施設には22室の客室を設けた。2005年3月28日、海津町、平田町、南納町の山頂合併により、海津市が誕生するが、引き続き、海津市直営で運営を継続することとなる。海津園の改修工事計画が発表になる。2006年10月から2008年7月の間を、かけて、工事は2期に分け、第1期は、休館の取り壊しと、 新しい入浴施設の建設を行う。第2期工事は新館の改修工事を行うこととなった。工事期間中も通常営業をするが、工事の都合上休園する場合もあるとの発表であった。2007年12月1日一部リニューアルオープンを行う。運営に際して、市職営からドルフィンを指定管理者に指定し運営開始することになった。 2008年7月17日全館リニューアルオープン。2012年4月1日参話サービスを指定管理者に指定し運営開始。ありがとうございます。